九州六大学野球春季リーグ戦、西南学院大学対九州国際大学第1試合目、まもなく始まります。1回表、早速西南が2アウト1、2塁のチャンスを作ると、5番吹上がタイムリーヒットを放ち、西南が1点を先制します。9番コレナが1番工藤の連打で再び2アウト1、2塁のチャンスを作ると、2番大平のタイムリーヒットでさらに1点を追加します。点差を2点に広げた西南はさらに3回表、ワンアウト2、3塁の場面で7番高田の犠牲フライにより3点目。そして8番安川のタイムリーツーベースヒットで4点目を獲得します。まだまだ西南の勢いは止まりません。4回表、西南はワンアウト2、3塁のチャンスを作ると、5番吹上の犠牲フライでさらに1点を追加します。すると九国の猛反撃が始まります。4番高倉がレフト前のツーベースヒット、さらに5番村田がセンター前ヒットを放ちチャンスを作ると、続けて6番山田のライト前ヒットで1点を返します。九国の勢いは止まらず、8番綱脇がツーベースヒットを放ち、さらに3点を返します。そしてついに3番熊崎の一打で同点に追いつきます。ピンチを迎えた西南はここでピッチャー交代、2年井村がマウンドに立ち、勝ち越されることなくこの回を終えます。どちらのチームとも点を許さず迎えた6回表、ここで4年生の活躍によりこの回で3点を追加し、8対5と点差を広げます。その後西南は相手打線を封じ込め、追加点を許しません。ついに迎えた9回表、井村の好投により先頭をセカンドゴロに打ち取ったところでピッチャー交代、4年野中がマウンドに立つと、相手の4番そして5番を打ち取り、8対5で西南大の勝利です。